どうも、トラです。ということで、えー、TikTok がですね、もうすぐ4万人ということで、まあ僕も TikTok やり始めて2年、YouTube はもうすぐ6年になるんですけれども、まあ TikTok の今回は話がメインで、やり始めてからの量産型の歴史っていうのを語っていこうかなと思っております。正直 YouTube はがっつり普通の服の話をしてて、TikTok はまあネタにまあ振り切ってるっていう感じなんですけれども、 やっぱり YouTube しか見てない人はわかんないんですが、その TikTok だけで流行ってるものっていうの結構あるんですよ。で、僕が始めてからこういう風に移り変わりして、今後どういう風になっていくのかとか、まあ課題みたいなのを、あのー、まあ、分キして話していこうかなっていう動画を撮るのも面白いのかなと思って、えー、早速やっていこうと思います。ということで、いってみようふ、あ、are you? Who are you? 最初2年前から遡っていこうと思うんですけど、僕が始めた時はファッション系の発信してる人が結構少なくて、スニーカー系は多かったんですけど、本当に高校生、大学生ぐらいの人とかがバズってるようなイメージ。それこそ GU とか着てバズってるみたいな。おしゃれって言われてるようなイメージで、スニーカーは YouTube で伸びなかった人とかが意外と伸びてるみたいな。なんか結構その YouTube と TikTok どっちも伸びてるっていう人は本当に源治くんみたいな人しかいなくて、まあ TikTok の人が YouTube 行っても伸びないし、まあ、正直 TikTok の人の方が俺は YouTube よりも圧倒的にレベル低いと思ってて、ちゃんと話せる人少なくて、だから短い動画だったら調べたのちょっとなんでの、適当に読めばその画像とか貼ってさ、それっぽく聞こえるから、 リキッツを騙しやすいんだけど、その人とかがた伸びなくて、で逆に YouTube の人は詳しいんだけど TikTok に合わなくて伸びないみたいな、まあ、イメージです簡単に言うと。で今もあの本当 YouTube やってる人で伸びてる人って本当に少ないですね。僕ぐらいじゃないですか結構コロナーの話してと伸びてる人って。2年前の話になってくるんですけど、えー、緑のスウェットですね。ひたすら緑のスウェットが流行ってる時があってそれと一緒にハードロックカフェのスウェット。 そしてスノーカモパンツにエアホースなんっていうセットが秋冬、まあ、僕が始めた時めちゃめちゃ流行っててでこれのすごいところは何かというと真冬なのにアウターを着ないとでいろんな人からコメントもらったりとかするけどあの北海道とかでも極暖とかを着てアウター着ずに耐えてる人がいるぐらいアウター着るよって動画でいつも言ってたんですけど、まあ、そういう人が大量発生したっていう時期でした、はい、すごいでしょなんか流行り方が独特で で、冬を越えて、勢、えー、力図がすごかったのが、TikTok ブランドですね、えー。TikTok ブランド知らないと思うんですけども、某会社がやってる、まあ学生向けのブランドで、インフルエンサーとに、まあ、お金分投げて紹介させて売るっていうので、まあ、いわゆるスティーシーとかシュプリームでも高いって言ってるような子たちをターゲットにした、まあそれこそギルダーみたいなのにちょっとプリントして売るみたいなブランドがすごい売れてて、 僕も実際に中のお話とかをまあちょっといろんなつてで聞いたけどすごい金額売れてたんですよで今はね見なくなったんですけどまあその当時はうんすごかったと思いますで、ね、あとはアーティストとかに着てたりとかして売るみたいな知らない子とかは普通に私服でそのアーティストとか着てるんだと思って買うけど、まあ、実際は着ないじゃないですか <laughs> っていうのでなんかこううまくこう質の趣味を利用した、まあ、売り方で すごい影響力あったんですけど、僕が出て全員多分全滅して、本当に効かなくなりましたね。で、えー、その時に、えー、また流行り出してきたのが、AFGK と、えー、まあカーゴパンツ、自由カーゴらへんですね。昔から YouTube で見てる人は FGK ってると思うんですけど、もうこの TikTok で入るのに3年ぐらい前に紹介してて、まあ、その時も人気はね、その時あったんですけど、 えそれがまあ装置したって感じですね緑のスタジャンにフェラーリのレザージャケットみたいなあとネックレスって感じで、まあ、めちゃめちゃ流行ってまあその流行る前の1年半ぐらい前にはもうこのブランド全然人気なくなりますよっていう忠告もしてたんですけどまあ、本当にその通りになったので。 ぜひ、あのー、5、6年前の YouTube から最近見出した人は、あのー、見てみてください。すべて予言は当たってます。その後に、ヌプシー、ジプシ、大量発生ということで、急に去年、スウェットしか着てなかったやつが、ダウンジャケット着だすと。まあ、ヌプシーは皆さんも知ってる通り、ノースフェイス、えー。ジプシーは、なぜか車のジープみたいなブランドが流行り出すと。そしてもう一個、ジプシーってあるんですけど、GU の中綿のダウンもどきも流行り出すと。で、ここで、えー、3種の人気と言われている、 えー、ヌプシ、ジーのカゴパンツ、えー、パナタンクのセットが、えー、今も流行ってるんですけど、エンドレスで続くという感じになってますはい、あの未だに、えー、そのセットは変わってないですねだからよく TikTok でお前まだその話してんのかよって言うんですけど、もうそのぐらい、えー、成長してない皆さん、はい、ぜひ僕の動画見てくださいね。その後に、えー、ヌープシーははだろう俺たちは アークだぜっていう自然界隈というものが出てきますえ自然界隈っていうのは都会の高校生か大学生ぐらいの子たちが滝の前で手を組んで、えー、アークにスーパースターを吐き出すと。で、それに影響されて TikTok キッズが急にスーパースターを吐き出すと。謎の現象が起きます。で、その流れからなぜかやっぱりナイキよりもアィダスの方が来てんじゃねえかっていうのと、まあ、サンバが、そう、女性のインフルエンサーの人とかもね、あのー、もう重なってサンバ大流行。 そしてその流れで、えー、チャックテーラーがアメリカからさらに輸入できなくなったのでチャックテーラー大流行という形で、まあ、これは今も続いてますはい、去年からですけどここら辺からストリートオワコンだって言われるようになって、えー、UK ドリルとアメカジに派生するようになっていくんですけども、まあ、UK ドリルは消滅しアメカジが流行るようになります。はい。 しかも、アミカジっていうと、まあ、わかる人はわかると思うんですけど、普通だったらさ、まあ、この時期だったら、寝るシャツとか、まあブ、まあ、ブーツとかね、レ、えー、ッドリングとか、ホワイトとか、そっちに行くと思うんですけど、ただひたすらデニムのセットアップだけが流行ります。はい。これが、まあ、TikTok の特徴で、一つのアイテムがエンドレスで流行るという。次は、アトブブーツが急に入り出します。そこでちょっとまた、ストリートショックが強くなるような感じはするんですけども、戻すことはできなかったかなっていう感じですね。 で、えー、TikTok で最近だと偽物のスニーカーが流行ってまして、まあ、偽物の業者が、えー、自分で桜のアカウントみたいなのを作って品質いいですよっていう動画に騙された普段レアスニーカー買えない中高生がもう偽物でいいやって言って今大量発生してるっていうのが現実になっておりますで普通の,そのストリート系だったのも、まあ、B 系ちょっと派生してあとはとりあえずリッコウエンスとバレンシアガーって言っとけばえやみたいな 謎の集団が出てきたりとかっていう感じで、えー、今最新のトレンドは、えー、ノームコアとなっています、えー、ノームコアに関してもまあ知ってる人は分かると思うんですけど、えー、コロナに入る時にねノームコアって言われてましたけど開けてねもうそのシンプルな服いいよって言ってたのにまたすぐノームコアと、まあ、ファッションの周期12年周期とかって言われてますけど TikTok ではまあバグって、えー、今流行ってユニクロのスウェットのセットアップを着てて えー、黒,の黒とかグレーとかねパジャマみたいなんですけど、えー、それがおしゃれって言われてるのが、えー、今の、えー、TikTok ファッションですねで、ね、やっぱこうやって見ると全て形が決まってて、ね、やっぱその融通が利かないというか例えばアメリカ人もそのデニムのセットアップだけ着てるやったらおしゃれみたいな形が決まってる BK もなんか、まあ、ニューエラー赤に T シャツ白 デニム履いて靴赤みたいなもうなんか昔からあるやつなんでもうゴールが見えてるというかでノームコアもとりあえず寝巻き着とはおしゃれみたいな感じになってるんでやっぱ一番分かりやすいのが流行ってるなっていう印象でヌプシーュカーゴーパンダダンクとかもこの時から全く成長してないんですよねいろいろこうジャンルはいろいろ変わってはきたんですけどやっぱり自分で調べないとただここをぐるぐるねもう長く見てる人分かると思うんですけど TikTok とかね ただこれぐるぐるしてるだけですよ。でまたちょっと古着っぽいのが流行ったら、じゃあまたトラックジャ,ジャケットだとか、と同じようなところをぐる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 してるだけで、じゃあまたああ寒くなってきたからアークだとかさ、はい、全く成長しないっていうのが、えー、TikTok パラレルワールドと僕は名付けたんですけど、えー、いうことになってまして、まあ、僕の YouTube 見てくれるだけ、まあ、勉強しようという気はあると思うので、 これからどんどん変わっていくと思うんですけどぜひ、まあね、TikTok だけを参考にするのは本当にやめた方がいいです。あ,のある程度分かって見てるからあこいつはいつも変わってねえなと思って見れるけどもうやっぱりその初心者の人が全く知らなくて見ると本当にジャンルレスで出てきていかにもこれが本当に最新のおしゃれなファッションなんだと思うかもしれないけど本当にコメントをしてる人たちは皆さんと同じ あの制服にラビナ付けた中高生の本当にただのガキなんで全然詳しくもないしまそれに惑わされないように本当に服好きな人はぜひ雑誌だったりとか YouTube だったりとかでいろいろ自分で掘り下げていくのがえ大事だと思いますので昔の僕の YouTube の動画もま見ていただけたらなと思いますということで僕が TikTok 始めてからの TikTok パラレルワールド年表ですねえをたどってみたでしたバーイ